ハイサイ防音工事の有限会社共生産業です。このコーナーは読谷村国道58号沿いイラミナにある防音工事の有限会社共生産業の提供でお送りします。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ハイサイ防音工事の有限会社共生産業です。本日も始まりました。パーソナリティを務めるのは山内はじめでございます。本日も皆様に共生産業さんの情報、あるいは防音工事の情報をね、お伝えしたいと思います。本日は久々にゲストで来られております、この方です。どうぞ。はい、営業の池原です。よろしくお願いします。はい、池原さん、お正月ぶりですね。この間どうもすいませんでした。営業の方もね、多いものですからね、共生産業、まあ2ヶ月3ヶ月に一遍ね、こちらね、1人になるとね、来ていただくという形ですが、さあ池原さん、まあ久しぶりのラジオということですけど、はい、いかがですか。そんなに暑くなりましたね。あ、まあ、暑くなりましたね。ね、4月に入ったということでね、はい、この前会った時も明けましておめでとうだったのにね、はい、まあ今日は4月ということでね、まあ暑い日が続いておりますがね、本日もね、防音工事の情報をね、教えていただきたいと思いますが、はい、まあずっとお伝えしております75本区域のね、建具機能復旧工事、こちら3月でまあ閉めたというふうにね、はい、当初は伺っていたんですが、そうですね、皆さんのお手元にですね、まあ届いてるお客さんなんですけれども、防衛庁からのお知らせという形でですね、3月31日までって歌われてるんですが、どうしてもなんか回収率が悪くてですね、今週いっぱい何かまた、もしよろしければうちの会社の方でお手してですね、貿易局の方に持っていくことができますので、あ、はい、今週まではという形でね、なりますけど、まあ希望届やっぱり35、6年ですかね、今回対象となった建物が ね、はい、ね、前の建物ということで、はい、やっぱり名義変更だったり建て替えだったりっていうのが多かった、ね、主に多いのは建て替えですね。でプラスまたね、その、名義の方がお亡くなりになって名義変更なさらないままですね、郵便が届かないということがあったんですけれども、これもちろん、その前任さんの方で調べていただいて、まあまあ、35年も経ってますので、もう今回はいいよというお客さん以外にですね、そういったことありますので、ぜひお手伝いさせてくださいということで我々頑張ってます。なるほど。でこの、まあ、75本区域の建具、うん、でね、まあ、今週末でという形ですが、まあ、その他にも、はい、あれなんですかね、対象が、そうです、はい、今山口さんおっしゃるようにですね、それ以外に、まあ、57年58年なんですけれども、貿易局の考えとしましましては、やはりどんどん集めたいということなんですが、あんまり看も少なくて、今回第一発目ですので、うん、とりあえず集めたんですけれども、やはり少ないということで、もしかすると59年まで下がってやってくれるだろうという予想は立っているんですけれども、あ、なるほど、対象の範囲が広がってくるという形で、はい、そうですね。あ、でこれも、まあ、同じように、まあ、嘉手納飛行場周辺の北谷、沖縄市、うるま市、読谷村で、あとは普天間の、ギロマン、そうですね、北中、はい、まあ、岸幅の一部、浦添市の牧港の一部がそのまま割り当てられる、割り当てなると思うんですけれども、うん、ただ今回に限っては200件ですので、やはり工事したいという対象ですね、うん、それフリー順番かなということを我々聞いてますので、それ以外にまた希望手を挙げたいというお客さんいらっしゃるようでしたら、我々の方の会社でですね、まあ、防衛庁に問いかけすることはできますので。なるほど、はい、まあ、今月はそういう形で動いていくと、そうですね、我々そのつもりで動いていますので。なるほど、はい、すごいですね。でこれ、まあ、通常、ね、この時期ってなると、まあ、池田さんたち営業は他の、ね、そうですね、一般の一般営業ですねがね、あると思うんですが、まあ、こちらはですね、先ほど冒頭に話したようにですね、暑くなりましたので、うん、クーラーの問い合わせ非常に多いんですよ。ですよね、はい、まあ、これが、まあ、10年ごとの、ね、取り替え工事ですので、対象になるのが平成19年、そしたらまだ10年目ということで、
受付が可能ですので、あ、まあ、19年で、まあ、クーラーの、はい、工事、ね、交代っていう、まあ、交代って言っていいんですかね、交換っていう工事を ね、まあ、されたという大将のお家には、まあ、また希望届を募るという形になると、まあ、これが本来の4月、うん、でも例年に比べてやはり消化率は良くなってますので、あ、うん、そんなに、まあ、前回のように1年半待つだそういったことはもうおそらくなくなるんじゃないかなとは見てるんですけれども、もしかしたらもっと早い期間 で、ただ、この年間行事見てみますとぎゅうぎゅう詰まってますので、なるべくまたこういった希望をですね、早め早めしていただければなと思ってますね。そうですよね、まあ、希望届自体も早めに提出することで、まあ、優先順位が上がっていくわけですから ね、それをぜひ皆さんしていただきたいと思いますが、ね、一般のものということで、読谷村はどんな感じなんですかね。読谷村の方はやっぱり回収率はいいですよ。あ、いい、うん、やはりその、まあ、こういった辺ですけれども、クーラーのどうのこうっていうの問い合わせは我々会社読谷ですので、はい、気軽に電話やっぱりちょくちょく来てますので、それで直接お伺いしてですね、相談乗ってあげますね。あ、はい、まあ、読谷村ね、まあ、地元にあるということでね、はい、すぐ対応していただける、まあ、共生産業さんでございますのでね、うん、ぜひね、まあ、クーラー熱くなった、ね、そろそろ、ね、うちもウォン工事でね、はい、まあ、空調の、ね、切り替え対象かなというふうに、ね、気になった方はお電話いただきたいなと。ね、まあ、その他にも営業さんはね、いっぱいいらっしゃいますけど、皆さん各段と言いますけれども、まあ、どなたでも構いませんので気軽に電話いただければ、ねね、まあ、ラジオを通してですね、まあ、お声の方をね、皆さんにお届けしているわけですので、まあ、耳に残った声とかね、そういった方もいるかと思いますのでね、ぜひね、まあ、FM 読谷の、ね、にも問い合わせいただければ、共生産業さんの ね、ご紹介っていうのもね、もちろんさせていただきますのでね、はい、まあ、共生産業さん、ね、一応ご連絡先もね、お話ししましょうね、098-957-0503、098-957-0503、ね、こちらまでね、お問い合わせいただきたいですが、まあ、FM 読谷でもね、ご紹介することはもちろん可能でございますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、これから暑くなるということで、まあ、クーラー、ね、はい、そうですね、増えていきますが、結構、ご存知の通り今冷暖なんですよ。ですよね、はい、以前までは冷戦ね、やっぱり、クーラーだけでしたので、沖縄も結構寒い時期ありましたよね。ねえ、まあ、最近はね、うん、寒いなという感じるのがね結構あるので、ですから私 も先々週から風邪ひいてですね、もう大変でした。風邪ひいてたんです、ね、まあ、体調崩される時期っていうのも ね、季節の変わり目もあるのでね、ぜひね、皆さんも気をつけていただきたいと思います、ね、はい、空調とかそういうものもね、今後いっぱいいっぱいね、まあ、夏に向けてね、やっぱり問い合わせは増えますからね、うん、そうですね、ただ、お客さん、そう申し込んだらすぐできますよねっていう感じのお客さん問い合わせ多いんですけれども、うん、それは1年ぐらい待っていただかないと、ね、皆さん10万待ちですので ね、そちらはね、まあ、勘違いされている、ね、はい、皆さんも結構いらっしゃるかもしれませんけど、ですね、特に初めて、ね、この対象になるっていうところ、ね、うん、ただ、その我々が見れる限りでしたらちょっと修理ではないんですけれども、うん、例えばね、ガスだとかそういったちょっとした手直しというか、うん、そういったメンテはちょっとできますので、あ、主に多いのが掃除なんですよ。掃除されてなくて気が悪いっていうお客さん結構いらっしゃいますので、そういったこともちょっと相談乗れたらなと思ってますので、メンテナンスとか、まあ、そういう、あ、それはもう我々の方で動くわけじゃなくてアドバイスですかね、そういった感じでちょっとクールの効きは良くなりますよっていうことはできますので、なるほど、はい、ね、そういったアドバイスもねいただけるというのでね、ぜひ共生産業さんご連絡ください。本日池原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お送りしてきました共生産業情報、来週もさまざまな情報をお届けいたします。このコーナーは読谷村国道58号沿いイラミナにある防音工事の有限会社共生産業の提供でお送りしました。パーソナリティは山内はじめでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。では。